まあ、こんな感じでですね、まあ、基準モッドで、まあ、ブーストっていう、まあ、項目が増えてるかなと思います。キーバインドによって、まあ、発展した感じになりますよね。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。桜基準でーす。はい、ということでね、今回もマインクラフトモッド制作やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。では今回ですね、第23回ということで、キーバインドの方をやっていこうかなと思います。キーバインドっていうのは、マイクラの設定のところの、まあ、操作設定で、キーボードのね、キーを好きなのに割り振ったりするやつですね。まあ、モッドこれからね、作っていく上で、まあ、自由度とか、まあ、表現の幅が広がるのかなということで、まあ、早めにね、これやっちゃおうかなということで、やっていこうかなと思います。なので、まあ、最後までね、見ていってください。で、まあ、この動画はですね、俺がマインクラフトのモッドの作り方とか、Java のね、プログラミングについて少しずつ勉強した内容を皆さんにわかりやすく伝えていくっていうシリーズになっております。なので、何かね、お気づきの点などありましたら、コメント欄の方にね、書いていっていただけると、まあ、今後のね動画どんどん良くなっていくかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。で、まあ、コンモッド制作シリーズですね、今後もやっていく予定ですので、次を見たい方、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ということで、今回もモッド制作楽しんでいきましょう。はい、ということで、ステップ1、キーバインドのクラスを作ろうということでやっていこうかなと思います。まずですね、キーバインドのね、設定画面のところの項目ですね。あそこのところを作っていこうかなと思います。またね、ちょっとわかりにくくなっちゃうので、基準モッドのところでパッケージ作っておきます。ニューパッケージとしまして、キーバインドとしておきます。で、まあ、ここにですね、まあ、どんどんやっていく感じで、まずは、ニュー、Java クラスとしまして、名前をですね、今回、キー、ジン、キー、バインドですね。まあ、こんな感じで、エンター。で、このクラスの上にですね、まあ、今回は、アット、オンリーインとしまして、ここの中に、リスト、クライアントと。まあ、クライアントっていうのはですね、ランクライアントとか、ランチャー開くときあるじゃないですか。まあ、そういうやつで、まあ、マイクラのランチャーの、まあ、プログラムのことをクライアントっていうんですよね。で、まあ、今回、キーバインドの、まあ、設定画面の方にね、まあ、追加していくので、まあ、このクライアントっていうのを、まあ、つけるといいかなと思います。で、この中に、パブリック、スタティック、キーバインディングと、2つあるんですけど、こっちですね、ネットマインクラフトクライアントのセッティングのところですね。で、まあ、今回ね、まあ、1個しか登録しないんですけど、まあ、今後の拡張性も含めて、まあ、配列で登録しようかなと思うので、まあ、配列にしておいてください。で、名前をですね、基準 P、まあ、こんな感じにしておきましょうか。で、まあ、今後の拡張性もね、考えて、型の方をね、作っていこうかなと思います。はい。まあ、今後ね、まあ、こうやって配列で登録していくので、まあ、1個、2個、3個とどんどん増えていくかなと思うんですけど、まあ、その時にね、まあ、登録する時に、まあ、同じことを書く部分がね、あるんですよね。はい。で、まあ、それも長くて書くのめんどくさいので、まあ、1個ね、型を作っておいて、変える部分だけ、まあ、登録するときにね、随時変えていって、登録していければいいのかなということで、はい。まあ、まずね、その形式の型を作っておきます。はい。プライベートとしまして、プライベートにすることによって、まあ、このね、クラス内でしか、ここを参照できなくなるんですよね。はい。なので、まあ、間違って他のクラスで、まあ、ここの部分を参照できないように、はい、します。はい。まあ、そうするとね、安全です。で、プライベート、スタティックとしまして、キーバインディングと。で、まあ、ネット、マインクラフト、クライアントセッティングですね。しまして、クリエイトと、名前つけておきます。で、変える部分は、まずね、名前のところ、なので、ストリング型で、ネームと。あともう一個ですね、デフォルトのキーを変えるので、まあ、ここはですね、キーはイント型で設定しますので、まあ、イントにしておいて、キーと、まあ、しておきます。で、まあ、中括弧していただいて、リターンですね。
新しくキーバインディングっていうのを、まあ、作っていただいて、まあ、ここが結構重要になってくるので、ここを間違えないようにしてください。キードット自分のね元の ID ですね、キジンモットドットと打っておきます。で、ここのね点々の後にプラスとしまして、ここにネームですね、打っておきます。次がですね、キーですね、入れておいて、その後にストリングカテゴリーとあります。ストリングディスクリプションとイントのキーコードは毎回変わるんですけど、ストリングカテゴリーっていうのはまあ基準元のねカテゴリーっていうことで1個になりますので、まあ、ここはね全部書いちゃっておきます。キーのドットカテゴリーとまして、ドット基準モッドですね。で、まあ、回る。まあ、こんな感じでね、しておきます。で、このディスクリプションとキーっていうところと、まあ、カテゴリーで分かれてるんですけど、まあ、一回ね、ちょっとランチャー開いて、ちょっと解説していきます。はい。で、今回ね、まあ、追加するやつなんですけど、まあ、設定の方を開いていただきまして、操作設定のところですね。まあ、こんな感じで移動とかあったり、移動の項目の中に、まあ、ジャンプ、スニーク、ダッシュって、まあ、こんな感じでね、まあ、なってたりとか。あと、まあ、ゲームプレイとか、インベントリー、まあ、いろいろね、ありますね。で、まあ、ここにですね、基準モッドのね、独自の項目を追加しようっていうのが、今回の目的なんですけど、で、ディスクリプションのね、まあ、最初のここのところが、このね、横のジャンプ、スニーク、ダッシュっていう、横のところですね。で、カテゴリーっていうのが、ここの移動とか書いてあったり、ゲームプレイとか書いてあったり、まあ、このグループになってるところの、大きいところのね、名前になります。で、まあ、キーっていうのが、まあ、デフォルトのキーですね。まあ、ゲームプレイ中になんか、キー変えたりするかなと思うんですけど、まあ、これ X とまあ入力しても、まあリセットを押すとスペースに戻りますよね。まあ、そのデフォルトのキーを設定しておくっていう感じになります。ということで、まあこんな感じでね、まあ型が出来上がったということで、まあ実際にね、1個登録していきましょう。パブリック、スタティック、ボイドとまして、名前をレジスターにしましょう。まあ、今後ね、このキーバインドのやつで、まあ、どんどんね、追加していく感じになりますので、まあ、ここにどんどん登録していく感じになります。で、引数の方を、ファイナル、FML クライアントセットアップイベントっていうやつですね。まあ、こちらにしておいて、ここがイベントと。で、まあ、似たようなやつに、FML サーバーセットアップイベントっていうのがあるんですけど、まあ、そちらはね、マルチプレイとかでよく使われるサーバーとか、そういう感じになりますので、まあ、ここね、クライアントってなってんの、ちゃんと確認してください。まあ、ここ間違えると、後でね、ちょっとエラーが出てしまうので、気をつけてください。で、まあ、ここ中括弧してもらいまして、まずですね、まあ、基準キーとして、まあ、配列で設定していくので、まあ、基準キーがね、どのぐらいの大きさの配列なのかっていうことで、インスタンスを作っておきます。キーバインディングの丸々となってまして、今回ですね、1個だけ追加するので、まあ、ここ1にしておきます。2つ追加したい、3つ追加したいって場合はね、まあ、追加したい数を、まあ、ここにね、入れてください。で、まず1個目ですね。配列っていうのは、上からね、0、1、2、3、4っていう感じで、0から数えるんですよね。なので、ここは0番目ということで、まあ、0と入れておいて、イコール、クリエイトですね。先ほど作った型の方で設定してみます。まあ、ネームのところですね。今回はストリング型でブーストとしておきます。活性化させる感じでね、使っていくキーバインドにしようかなと思いますので、まあ、いろいろね、使えるかなということで、ブーストにしておきます。で、キーなんですけど、イントですね。まあ、キーボードのアルファベットのね、コードとか、まあ、調べてね、入れていただいてもいいんですけど、めんどくさいので、まあ、ここでですね、キーイベントとありまして、今回 G キーがしたいので、VKG ですね、しておきます。まあ、他のもですね、まあ、他の Y とかあったりとか、まあ、いろいろですね、A とかもあるし、まあ、いろいろデフォルトのキーにしたいやつにしてください。で、まあ、こんな感じで、丸と。
しておけば、まあこれでいいですね。で、まあ最後にですね、01234って追加したやつを、まあ登録していくような感じのを書いていこうかなと思います。4としまして、int の a ですね。a がまあ0から a の最後までですね。配列の最後までってしたい場合はですね、配列の名前にレングスとつけると、まあこれで配列の最後までっていうことになりますので、まあこれでいいかなと思います。で、まあ a はね、1ずつ足されますよということで、プラスプラスとしておきます。でいくと、まあこれで中括弧してもらいまして、クライアントレジストリーのレジスターキーバインディングとしまして、ここにね、キー登録するやつを入れるんですけど、まあ今回ね、配列なので、配列の名前、ここ a ですね。a はまあ0からまあ配列の最後までということで、まあ、これでね、まとめて、ここに配列にどんどん追加していったやつを追加できますよ、となります。で、一応ですね、まあ、これで登録完了しましたので、お疲れ様でした、ということで、あれなんですけど、ここでですね、名前がまだ ID の表記になってしまうので、まあ、ここでちゃんとした名前が表示されるように、ラングの方ですね、設定していこうかなと思います。ラングのファイルを開いていただきまして、US バージョンと、まあ、Japan バージョンですね。まあ、どっちも登録していこうかなと思います。まあ、どっちも開いといて、ここですね。キーバインディングの ID のところ。これコピーして、まず US からやろうか。ここにね、ペーストしていきます。で、まず1個目ですね。まず、ブーストと、まあ、登録したかなと思いますので、このディスクリプションのところは、このキー、基準モッドのドットの、あとネームですね。なので、まあ、ここにブーストと入れていただいて、まあ、こんな感じで ID いいかなと思います。で、名前をですね、まあ、これは、まあ、ブーストにしておきます。もうそのまんまですね。で、カテゴリーの方ですね。まあ、ここ、まあ、ここも、まあ、コピーして、こちらにペーストしていただいて、ここのカテゴリーのところは、まあ、先ほども解説した通り、グループの名前になりますので、まあ、ここにですね、偉人、モッドと、まあ、こんな感じにしておきます。で、これをですね、まあ、コピーしていただいて、ジャパンの方にもね、まあ、登録していきましょう。ペーストしていただいて、まあ、この基準のところだけでいいかな。基準のところを日本語にしておきましょう。基準と。まあ、こんな感じでいいかなと思います。はい、ということで、ステップ1、キーバインドのクラスを作ろう。完了です。お疲れ様でした。それじゃあ次、行ってみましょう。はい、ということで、ステップ2、インプットイベントの登録をしようということで、やっていこうかなと思います。はい。で、まあ、今ですね、こっちの、基準キーの、まあ、1個目ですね、登録できたかなと思うんですけど、このままだとですね、これが押されても反応しないんですよね。なので、インプットされたかどうかを、まあ、検出するためのね、まあ、クラスをね、まあ、作っていく必要があります。ということで、やっていこうかなと思います。キーバインドのパッケージのところで、またね、new Java クラスとしまして、名前をですね、まあ、なんでもいいんですけど、普通にインプットイベント、イベント2にしようかな。はい、しておきます。まあ、インプットイベントですね、まあ、いろいろありまして、まあ、例えばね、キーボードのこういう、だったりとか、まあ、インプットだったりとか、あとマウスのね、こういうカチカチっていうインプットだったりとか、まあ、マインクラフトっていうゲームはですね、まあ、いろんなインプット方法がありますので、まあ、それでね、複数形にしてあります。で、まあ、クラスの上にですね、まあ、今回もまた書いていきます。アットイベントバスサブスクライバーと。これでね、インプットイベントのバスを参照しますよっていう感じにします。どこのね、インプットをするのかなっていうと、まずですね、モッド ID、基準、モッドですね。まあ、自分のモッド ID 入れてください。で、あとは、イベントバスですね。バスは、バスの、フォージですね。ここはね、予測変換多分出てくるかなと思うんですけど、ここ最後までね、手書きでやってください。そうしないと、なんか余計なやつがね、くっついてしまうので、まあ、ここ手書きでやっていただいて、このバスのね、赤くなってるところが、まあ、エラーなので、
このインプットのところね、なんとかなんとかコモンドットモットってなってるところを、まあ、コピーしていただいて、このね真下ですねペーストしていただきます。モットのところに、まあ、ドットを打っていただきますと、まあ、イベントはサブスクライバーのやつが出てくるので、ここでバスですね、まあ、追加していただいて、まあ、これでねこのエラーが消えたかなと思います。で、あともう一個ですね、今回キーバインドの設定はクライアントのねランチャーのところで登録していくので、バリューとしましてリストクライアントと、まあ、クライアント側で、まあ、登録しますよという感じにしてあります。まあこんな感じでね、まあ準備整ったんで、イベントの方を登録していきましょう。アットサブスクライブイベントとしまして、パブリック、スタティック、ボイドとします。で、今回ですね、まあイベント、インプットのイベントいろいろあるんですけど、まずですね、キーが押された時のイベントなんで、オンキー、プレスと、キーボードのね、キーが押された時のインプットをしていきます。まあ、キーインプットイベント、ネットマインクラフトフォージのクライアントイベントのインプットイベントのやつですね、入れていきます。はい、インプットイベントのキーインプットイベントと、でまあこれ名前をですねイベントとしまして、まあ中括弧じゃいただきます。でここですね、でマインクラフトでまあちゃんとね入力されてるかどうかっていうのをまあ調べるために、まあマインクラフトをねまあ、呼び出していただきまして、まあこれ長いので MC っていう名前にしておきましょう。で、まあこのマインクラフトっていうのは、まあマインクラフトのまあインスタンスですよとしておきます。で、まあここでね、ちゃんとマインクラフトが開いた上でまあインプットされてるかどうかっていうのを調べていきたいので、まあ if マインクラフトのちゃんとワールドが開けているかっていうのを確認して、もしねこれが開けていなかったらヌルだったら、まあここでね、まあ、リターンしてね打ち切られますよとなります。ボイドでですね、まあリターンを返すとですね、ここのメソッドの処理がまあここで中断されるんですね。フォー文とかのなんかブレイクとかあるじゃないですか、あんな感じで途中でここで終わるんですね。なのでまあワールドが開いてないときはキーバインドのやつを押しても、まあ、反応しなくなるよっていう感じでエラー防止につながりますので、本当はまあなくてもね動作するんですけど、まあ書いておくとね安全です。で、もう一個ですね、まあ登録したいので、まあ、ここをコピーしていただきまして、この真下にですねこれペーストしてください。もう一個の方ですね、まあ何かなっていうと、マウスクリックの方、まあ、登録していこうかなと思います。まあ、今後ですねマウスクリックの方で、まあ、キーバインドね登録することがあるかもしれないので、まあ、それのですね登録をしていきます。マウスクリックしておきまして、ここのキーインプットイベントじゃなくて、マウスクリックイベントっていうのがあるんですね。まあ、それにしていきます。マウスインプットイベントですね、マウススクロールイベントっていうのもあるので、ここもねまた違いが出てきますので気をつけてください。マウスインプットイベントですね。まあこんな感じで、まあこれでねインプットイベントの方登録完了しました。お疲れ様でした。で、まあ他にね、まあ長押しの設定とか、まあいろいろ他にもあるんですけど、まあとりあえずね、当分はこれでまあ対応できるかなと思いますので、まあ今回ね、こんな感じで終わらせていただきます。ステップ2、インプットイベントの登録完了です。お疲れ様でした。ということで、次行ってみましょう。はい、ということで、ステップ3、クライアントに登録しようということで、やっていこうかなと思います。はい。今ですね、まあ、キーバインドの、まあ、項目の方と、まあ、インプットイベントの方ね、終わったんですけど、まあ、このままだとね、まだランチャーの方に一覧出てこないんですよね。まあ、どうすればいいかというと、まあ、クライアントの方にしっかり登録して、初めてね、キーのね、設定の項目が出てくるんですよね。なので、まあ、それをやっていこうかなと思います。レジの方を開いていただきまして、新しいクラスを作っていきます。ニュー Java クラスと。クラス名をですね、クライアントのイベントのバスの、サブスクライバー。ちょっと長かったな。まあいいでしょう。クライアントイベントバスサブスクライバーとします。
で、ここですね、ここの方もクライアントだよっていうのを言っておく必要があるので、イベントバスサブスクライバーとしまして、ここ、カッコの中ですね、モッド ID が記事モッドのやつだよと。で、バスの方ですね、今回は普通にね、バスはモッドのやつですね。ここ予測変換出てくるんですけど、まあ自分で書いてください。余計なのが追加されてしまいます。なので、モッドと。はい。まあこんな感じで、まあさっきとね、同じような感じで、このインプットを、まあ、コピーして、ペーストと。で、ここね、暗くなっちゃってるので、まあここ、ドット、イベントバスサブスクライバー、ドット、バスと言ってあげると、まあさっきと同じような感じで、エラー消えるかなと思います。で、まあ、ここに、さらにですね、バリューとしまして、ディストクライアントをですね、まあ、やっていただきます。まあ、ここは簡単で、アットサブスクライバーイベントとしていただきまして、パブリックの、スタティックの、ボイドと。で、まあ、クライアントのね、まあ、セットアップなので、クライアントセットアップと、まあ、こんな感じにしておきます。で、まあ、ここですね、FML のクライアントセットアップイベントっていうのを出しまして、まあ、これでね、ランチャー立ち上げた時に、まあ、どんなのがね、出てくるのかなっていうのが登録できます。先ほどね、キジンのキーバインドを出していただきまして、そこのですね、キーバインドのレジスターのやつですね。まあ、レジスターに登録されてるキジンのキーバインドのやつを、まあ、ここのね、クライアントに登録するよっていう感じにします。ここはイベントですね。ということで、ステップ3、クライアントに登録しよう。完了です。お疲れ様でした。ということで、最後ですね、次行ってみましょう。はい、ということで、ステップ4、キーバインドの使用例ということで、まあやっていこうかなと思います。はい。まあ今のところで、もうこれでね、まあランチャー開けば、もうキーバインドね、登録されてるような感じで、まあ使えるんですけど、まあ実際にどんな感じでね、まあこの登録したキーを使っていくのかなっていう、まあそこのところをやっていこうかなと思います。はい。このね、キーバインドを登録したことによってできることが広がるよっていうところをちょっと見せたいなということで、前回ですね、まあ、アーマーのチェストプレートに、ここにですね、オンアーマーチックっていうのがありまして、まあ、マイチック装備されてるかどうかっていうのを調べる機構を作ったんですけど、キーバインドっていうのは、まあ、キーがね、押されたのを検出しないといけないので、まあ、マイチックね、調べてあげる必要があるんですよね。なので、まあ、こういうね、アーマー系だったら、オンアーマーチックのところで調べてあげたりとか、まあ、アイテム系だったら、アイテムチックのね、メソッドが確かあったと思うので、まあ、そういうのをね、まあ、使って、まあ、キーバインドの方を呼び出してあげたりとか、まあ、基本的には、そういうチック関係のね、メソッドのところで、まあ、呼び出してあげる必要があります。で、今回はですね、まあ、ここの、まあ、前回さ、スニーキングしてて、まあ、3秒ね、待つと、ジェット噴射が出るっていう、まあ、まあ、設定やったかなと思うんですけど、まあ、ここのとこを、まあ、今回ね、キーバインドに設定していこうかなと思います。なので、まあ、ここ消していただいてですね、新しく、キジンのキーバインド、していただいて、キーバインドの中の、基準キーですね。基準キーの中の0番ですね。まあ、つまり、まあ、デフォルトだと、この G を押すと、まあ、発動するよ、やつになります。まあ、これが、ですね、まあ、2つあって、キーダウンっていうやつと、あと、イズキープレスドっていうのがあるんですよね。まあ、これどっちかが、まあ、押された時に検出されるようなやつなんですけど、まあ、こっちは、単発ですね。まあ、1回押されたっていう感じの検出になります。で、まあ、これをね、ずっと長押ししてると、次ですね、キーダウンっていうのになって、まあ、キーがね、ダウンしてるよ。押されてる状態だよっていう状態になります。なので、まあ、長押しの検出をしたい場合は、まあ、こっちの is key down っていうので、まあ、単発で発動したい場合は、is press do っていうの。どっちかね、選択してあげればいいかなと思います。で、is press do を選択した状態で、まあ、長押しすると、まあ、自動的にこの is key down っていうことになりますので、
まあ使い分けられるといえば使い分けられるんですけど、あんまり違いはないかなっていう感じになります。なんでまあ今回はね、こっちのイズキーダウンの方でやっていこうかなと思います。これで一応ね、あのキーボードの G を押した時にあのジェット噴射が発動するっていう設定に切り替わったかなと思いますんで、今回ねちょっとランチャーを開いて、まあ最後ねそれだけ確認して終わりたいかなと思います。はい、ということで、まあいつもね世界にやってきました。でキーバインドのね設定が登録がちゃんとできているとですね、まあこっちの操作設定の方で、まあ下の方ねどんどん行っていただきますと、まあこんな感じでですね、まあ、基準モッドで、まあ、ブーストっていう、まあ、項目が増えてるかなと思います。で、まあ、基準キーバインドをね、今回0で、まあ、登録してるんですけど、1、2、3ってどんどん増やしていくと、まあ、このね、項目がこんな感じでどんどん増えていくみたいな感じでね、なっていくかなと思います。で、まあ、今回ね、G キーでデフォルトキーにしたんですけど、まあ、もちろんですね、他の V とか、C とかね、まあ C 使われてんな。なんかいろいろね、他のキーでも登録できますんで、まあ大丈夫です。で、リセットを押していただくと、まあこんな感じでね、G に戻るみたいな感じで、まあデフォルトが G になってる感じですね。まあこれで、まあ登録した内容は OK かなと思います。で、気になる、まあ使い方の方なんですけど、まあ前回の設定だったら、まあこうスニーキングして、まあ3秒間待つと、まあ、視線のね見てる方向に吹っ飛ぶっていう、まあ、設定だったんですけど、まあ、今回ですね、G キーを押すと、まあ、こんな感じで見てる方向に吹っ飛ぶよっていう、こんな感じになります。まあ、これにすることによって、まあ、例えばねネザーとかあと高いところで、まあ、こんな感じでさ橋作るじゃないですか。こんな感じで橋を作るときって、まあ、大体の人がスニーキングしてこうやって作ると思うんですよね。なんですけど、まあ今までの設定だとこうスニーキングしながらやってるとジェット噴射が勝手に発動するっていう、まあ、設定になってしまっていたわけですよ。なのでまあ高所の作業は、まあ、全身装備ができないとかいろいろもっと遊ぶ上で、まあ、制限をね食らってしまうんですね。まあ、特にネザーとかだと橋作る場面多いかなと思うんだけど、で全身装備するとねこういう火炎耐性とかつくし、できれば全身装備してネザー行きたいとか思うんだけど、まあ、スニーキングができないとか、まあ、結構痛かったわけですよ。なんですけど、まあ、今回ですね、まあ、自由に普通に歩いてて、まあ、G キーを押すと、まあ、こんな感じでね、まあ、飛び上がれるっていう、まあ、設定にしたので、プレイヤーのね動きを阻害しないっていうの、スニーキングができない状況を作ってしまってたのが、まあそこをね自由に動けるようになったっていうところで、まあ、これはねなかなかキーバインドによって、まあ、発展した感じになりますよね。こんな感じで、まあ、モッドを作る上で、まあ、自由度とかね表現の幅が広がるっていうことで、まあ、このねキーバインドなかなかいいんじゃないでしょうか。はい、ということで今回はですねキーバインドについてということでやってきました。はい、まあちょっと前にもね言ったんですけど、まあ表現の幅がね広がったり、まあ自由度が増したりということで、まあこれでねまあどんどんねまた発展していけるんじゃないでしょうかということでね、はい、皆さんも何かねどんどんいっぱいキーバインドを作ってやってみてください。ということで、まあ今回ねこんな感じで終わろうかなと思います。この動画が役に立ったらぜひチャンネル登録、高評価、励みになりますんでよろしくお願いします。マジでね、やる気になってますので、ぜひよろしくお願いします。はい。で、まあ、動画の中でね、何かお気づきの点などありましたらですね、ぜひコメント欄の方で教えていただけると、まあ、今後のね、動画はどんどん良くなっていくかなと思いますので、まあ、そちらもよろしくお願いします。みんなでね、いい動画作っていきましょうということでよろしくお願いします。で、この元でねサバイバルで遊んでる動画ね出しておりますんで、まあ、そちらもおすすめです。再生リストがねありますので、まあ、ぜひですね見ていってください。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあ次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。